チューリップ賞は日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のチューリップはユリ科の球根植物。品種改良によって数百種類もの色、形が存在する。茎が出て幅広い葉が数枚付き4月から5月頃に大きな花を一つ咲かせる。花言葉は永遠の愛情、愛の告白。 名声など、色によって様々な解釈がある。チューリップ賞の優勝例三着までの馬に、大歌賞の優先出走権が付与される、トライアル競争で、大歌賞と同じ舞台で行われることから、同競争を目指す三歳頻馬にとって、重要な競争となっている。本競争は1993年まで、大歌賞指定オープンとして行われていた四歳、頻馬限定の特別競争だったが、 1994年から重賞に格上げされ、3着までに大賀賞の優先出走権が与えられるようになった。翌年から大賀賞トライアルに指定され、当レース出走場から多数のクラシックホースを排出してきた。2018年に GII に昇格し、現在に至る。地方競馬所属場は1995年から、 外国産馬は2004年からそれぞれ出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳品馬負担重量、バレエ重量大歌賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は大歌賞の出走候補馬及び JRA の2歳。 GI 競争優勝馬に優先出走が認められ、JRA で行われる芝の3歳重賞、競争優勝馬にも出走資格が与えられる。2021年の1着賞金は5200万円で、以下2着2100万円、3着1300万円、4着780万円、5着520万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは、 2000年以前も現行表記に揃えている各界競争結果の出展ありがとうございます。